はい、皆さんこんにちは、食育子です。今回は春野菜の料理を紹介していきたいと思います。ほうれん草と、あと見てください、この綺麗なラディッシュ、ね、丸々と太ってますね。はい、美味しそうです。で、こんなラディッシュと、あとは豆類ですね。スナップエンドウ、サクサクっとして歯ごたえが美味しいスナップエンドウと、キヌサヤですね。緑、綺麗ですね。あとはそら豆です。おつまみとかにね、すごく合いますよね。で、こんな豆類やそういう春野菜を使って今日は料理を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。そら豆の丸ごと焼き。で、このそら豆の丸ごと焼きの特徴としては、グリルで焼くことによって、あのそら豆のですね、栄養を、薄皮をしっかり食べることができることです。で、あの皮に包まれたままで焼くので、蒸し焼きになってですね、ホクホクっとした食感を楽しむことができます。そして、もう塩とかをちょっと何かをかけるだけで簡単に食べられるっていうのも、この丸ごと焼きの良さっていうか特徴ですかね。そら豆に含まれる栄養素は、カリウム、タンパク質、鉄、マグネシウム、食物繊維や亜鉛、ビタミン B 群などが含まれています。そら豆ってね、本当にいろんな栄養素が入っていて、すごく栄養価の高い食品の一つだなと私は思っています。なんですけど、このそら豆はですね、空気に触れてしまうとかなり早く風味が落ちてしまいますので、さやから出したらすぐに調理するようにしましょう。ほうれん草の栄養素は、カリウム、カルシウム、そして亜鉛、鉄、ベータカロテン、ビタミン E、葉酸、食物繊維など、本当にね、ほうれん草っていろんな栄養素を豊富に含む食材なんですね。なので、ぜひ普段から取り入れていただきたいなっていうのと、ほうれん草の中に含まれるベータカロテンという栄養素、これは体の中でビタミン A となって合成されるんですけれども、ベータカロテンは油と一緒に摂ることで吸収率が上がります。なので、今回作ったようなナムルみたいに油と一緒に和えるみたいな、とかソテーで炒めるとか、そういう料理法の方がですね、ベータカロテンの栄養素をしっかり吸収することができるので、おすすめです。このほうれん草を使ったナムルなんですけれども、ちくわと一緒に混ぜることで、ちくわの旨味とほうれん草の旨味を楽しむことができます。しめじを加えた理由としては、歯ごたえを出したかったっていうのと、あと食物繊維もね、さらにプラスしたかったということで、しめじも入れていますが、食感を楽しみつつ、それぞれの食材の旨味を噛みしめていただきたいなと思います。で、ナムルにしているんですけれども、ちょっと味付けはめんつゆにごま油を入れたような風味にしていますので、そのちょっと和風っぽい感じで楽しんでいただけたらと思います。ラディッシュの栄養素はビタミン C、カリウム、マグネシウムなどが含まれています。またラディッシュの中にはですね、大根と同じようなジアスターゼというでんぷんの分解酵素が含まれています。このジアスターゼは消化をサポートするので、こう胃もたれしたくないなという方とか、胃をこう保護したいなという方はですね、ぜひ取り入れられたらいいかなと思います。なんですけど、このジアスターゼは加熱すると失活してしまうんですね、酵素の働きが。なので、サラダとか今回みたいなちらし寿司みたいに生で食べることをお勧めします。キヌサヤは豆の仲間なんですけれども、緑黄色野菜の一つでもあります。で、主に含まれる栄養素はベータカロテン、カルシウム、ビタミン C などですね。で、よく煮物の飾りとしてちょこっとだけ上に乗っているというイメージもあるかと思いますが、そのビタミン C が入っていたり、ベータカロテンとかカルシウムも入っている、ね、非常に優秀な食材なので、今回のちらし寿司みたいにたっぷり上に刻んで乗せてみたりとか、もうキヌサヤメインのソテーとかきんぴらとかにしてみたり、あと茹でてこうドレッシングをかけてサラダにしてみたりなど、キヌサヤをがっつり使ったような料理をぜひ楽しんでみてください。スナップエンドウの栄養素は、カリウム、カルシウム、鉄、ベータカロテン、ビタミン B1 などを含んでいます。で、スナップエンドウは緑黄色野菜の一つです。で、スナップエンドウは筋がありますので、筋を取って食べるとより食べやすくなります。
で、もともとスナックエンドウとも言われるんですけれども、今一般的なのはスナップエンドウという呼ばれ方です。で、シャキシャキとした歯ごたえが特徴で、甘みがあるので、まあ、サラダとかそのままこうおひたしに使ったりとか、ソテーに入れたりとか、いろんな料理に使えます。はい、今回は春野菜を使っていろんな料理を作ってみたんですけれども、春野菜はこうやってね、見る限りとても彩りが綺麗で、みずみずしくて、そして甘いものが多いので、ぜひいろんな料理に活用してみて、この旬の味を味わってみてください。